面白いお家ですよ。というわけで1ヶ月以上かな、1ヶ月半とかか、住んだこのお家をとうとう離れます。エアビー出るときそんな細かく掃除する人本当に恩人だよな。なんか気持ちいいじゃん。起きたばっかりなんですけれども、この家をとうとう離れますということで、よっしゃ行きますか。行きましょう。というわけで私たちはじゃあもうこれからどこ行くんだって話なんですけれども、お引越しですよ。もうこのメキシコサンクリの街が好きすぎて、2022年はもうここで過ごすということを決めました。次のお家はセントロの方ですね。で、まあ、歩いて20分ぐらいなので頑張ってね。こんな感じで荷物を自分たちで持ってってます。わあ、セントロにやってきました。いい天気ですね。もうちょっとかな。6.6.7272ヘイ、あら着いたー。イエーイ、というわけで着きました。ここはいろんなもうお友達がすでにできてるので。そうなんですよ。もう実はね、ここはもう下に実はしてまして、はい、内見みたいな感じで、うん、で、ここの他のやつらとももう仲良くなって、はい、なんかそれが決め手になったんですけど、そうなんです。新しいお家を、はい、ルームツアーしますね。あ、すごい、これ扉がこんな風に開くんだ。サンクリ第2回目のルームツアー、イエーイ。というわけで結構今回ね、面白いお家ですよ。こんな、これがリビングでしょ、もうとりあえず縦長なんだよ。まあ、ここでご飯食べたり、あとは浩二さんはこれタバコ吸ったり。これね、でかいんですよね、うん、こんな感じで。大きかったらちょっと見れちゃうもんね。キッチン、キッチン、キッチン家具っていうの、これがかなりなんか充実してるよね。保存系もある。うんうんうん、やったー。でも冷蔵庫めっちゃでかい。冷蔵庫めっちゃでかいね、今回。まあさすがにこんな買いだめしないと思うけど、うん、これね、意外と大事なんですよね。このなんか細いリビング面白いよね。面白いよね。でですよ、こちら、ね、こっちにベッドルームが別であってみたいな。でテレビもあるんで、まあ寝っ転がりながら、ちょっとテレビのね位置がこっちなんだけど、うん、壁テレビですよね。おもろいのがここに、こういう洗面台みたいなのが、で、このまま、うん、手洗い、下見した条件としてはちゃんとお湯が出るのかっていうので、これ、あ、これあれじゃないじゃん、電気じゃないんだ。そうだよ。あ、そうなんだ。でもちゃんとお湯が出ることは確認済みなので、完璧やん。完璧ってな感じですかね。この家の作りが面白くて、うん、イエーイ、イエーイ。こんな感じで家が何個かあって、うん、ここが中庭みたいになってて、うん、家が 何個あるんだろう、でも 5、6個ぐらいあるのかな、うん、前そっち内見したんだよな。なんかチルスポットがね結構あるんだよね。この感じすごい好きなんだよね。うん、わかる。というわけでね、ここで1ヶ月ぐらい、とりあえずそうですね、今年はずっといます。はい。気になるお値段、ででん。ちなみに前の家が現金払い、要は仲介とか挟まないで延長して一泊300ペソにしてもらったんだよ、うん、1ヶ月だとだいたい9000ペソぐらい、うん、でこちらは今回実はネットで調べてもう直談判したのよ、うん、現金で払ったら安くしてくれないみたいな感じで、うん、1ヶ月、7000ペソ、5万ぐらいで、まあ5万ぐらいですね、うん、他の家の子たちとももう仲良くなってるんで。かわいいね。彼らはイギリス人です。そう。Oh, you want to meet at the end of the video? Well, okay, you're in the video now too. Jaa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 a
これはね、めちゃくちゃね、いいっすね。久しぶりにあの M の文字を見ました。いやー、中のでかいよね。でかいね。あ、ドミノピザもあります。ここ徒歩10分、家からめっちゃいいよね。めちゃくちゃいい。何でも揃う。で、街にも徒歩10分だし。そう、じゃすごいいいよ、ね、道が良い。こんな感じですよ、中身。世の中はクリスマスムードなんで、こんな感じですね。あとハロウィンの時はハロウィンだ。そうだね。ここがあれか、軽いあのフードコートみたいになってんのか。マックの価格帯気になるね。みんな笑ってる
こんなちっちゃいポテトで25だから150円とかだよ。このちっちゃいスモールで、うん、食べたい、はい、おいおい、クリストローなんだから。おお、エコだ。スタバみたいなことして。はい、こちらコカ・コーラ25ペソ。はい、こちらのポテト S だね、日本の SS ぐらいだ。これね、25。これが多分チーズバーガーなんだけど、29。あ、全部で日本円だと600円ぐらいでしょ。高いね。高級品だな、うん、だってこのさ、この SS ぐらいのポテトとさ、これすっごい、なんていうの、結構薄いんですよ。高い。日本円だったら普通に100円、100円とかでしょ。ポテト親しみだよ、うまい。あ、見て、ハラペーニョソースがついてる。デフォルトでね、ハラペーニョソースがついてるのがやっぱさすがメキシコって感じがするね。入れないの。入れない。なあ。チーズバーガー。激辛やめできないじゃん。あ、味はもうチーズバーガーですよ。うん。すっごい薄いけどね。入れさせていただきます。面白いね。コウジさんも好きだからもう。ね。ある。これ売れることによってメキシコ味になる。最高じゃん。お買い物します。で、なんか大きいバッグはこういうとこに預けなきゃいけないんですよね。多分なんか盗まれないようにみたいな感じで。これスーパーなんだけど、普通にホームセンターみたいなね。こうやってガジェット系もあるし、この天井の高さを見たらさ、どんだけ広いかってもう伝わるよね。新しい家住んだんで食品とかいっぱい買い物しましょう。こんな綺麗なスーパーですからね。もう野菜もめっちゃあるからね。やっぱね、デカスーパー超いいわ。これ家近、超もう生活できるね。新しいお家でさ、新しい料理とかってさ、なんかこう自炊がはかどる。楽しそうだな。あー、やば、あるよ。しかもそんな高くないじゃん。30ペソ、まあ210円くらいだけど、これさ、だってカンクンで札幌一番の塩ラーメン、カンクンで買った時超高かったけど、永住決まりました。永住がここで決まりましたね。というわけでめちゃくちゃ買ったな。これいくらするんだろうな。どうだろう、想像しようぜ。皆さんも考えてみてください。この感じです。野菜とか卵とか、なんか、まあ、見てわかんないから、いろいろ買いました。6500円。もうこのタイプの買い方慣れたけど、めっちゃ大量今日。あ、なんか袋おじちゃんが入れてくれるパターンだ。いくらですか。長くてどれ、あ、950ぐらい、7000円ぐらい。さすがに5000円以内はないか。買ったんだよ、まあ、確かに7000円以内、ここめっちゃ買っていくからね。しかも次で 20% オフクーポンがついてきた。よし、じゃあ一旦また落ち戻りましょうか。はい、ったく大量、大量、大量だね。めちゃくちゃ買った。いや、めちゃくちゃいいじゃん。昔母親がさ、食品いっぱい買って冷蔵庫パンパンなの見て幸せっつってさ今俺ら自炊するからその気持ちすごいわかるんだよ。わかる、充実度半端ない、ね。それ乾麺とかパスタとか。そうだね。あとちょっとオートミールにチャレンジしようと思う。あ、はいはいはい、買ってみました。もう私たちの何、薬だよね。カモミール、冷蔵庫にさっき入れたんですけど、お酒とかチーズ、お肉、野菜で、結構今回すごいグリーンを買ったんよ、うん、ここにいっぱい入ってる全部やつ。そう、ここにね、長浜さんの味噌があるっていう。あの、結構充実してるよ。うん、いい感じ。これ以上多いと逆にね、あの腐らしちゃったりとかするから。今のね、感じで、うわ、最高くいいですね。あの普段、茹でちゃうんだけど、普通にお水で、うん、でも、高健鉄さんのやつはなんかオリーブオイルで蒸すんだって。へぇ、そうすると、ブロッコリーの旨味が凝縮されるんだって。ブロッコリーのツナマヨ。コウジさんは何を作るんですか。おこみち。あ、もう旅人をみんな節約飯って代表されるのがペペロンチーノだと思うんだけど、うん、俺旅人ペペロンチーノ選手権があったら結構負けないぐらい自信あるんだよね。だからなんかすごいイタリアン上手そうな顔してるもんね。どうなんだろう。だでも辛いやつ、そう、こういうのがやっぱポイントだと思うし、うんうん、やっぱペペロンチーノ匂いがすごいよね。このもうなんつうの、油、オイルに移すんでしょ。オイルに移す。これポイント、オイモコビチ。もうモコミチがオリーブオイルっていうの結構昔の話じゃない。古い古いんじゃない。これトチーノが、トチーノってあれね、ベーコンです。じゃーん、うん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 、パセリが効いてるね。うまい、おいしいよ。いいね。うん、でもコウジさんがこの効き方は大丈夫なんだって、うん、あ、辛い、おいしい。いや、これめっちゃ辛いわ。めっちゃ辛いよこれ。辛っ。
自分で作ったのに辛いパスタ作ってダメだ。チリ引きすぎすごいねこれ。最高だ。あのザザペペロンチーノって感じ。うん、美味しい、ね、こういう時はあのメルカドで買った粉チーズ。粉チーこれも美味しい。うまくできたブロッコリーのサラダ。マジかに来たシャワー見ないと。こっちにやばいわ。最高だね。夜になったので街に行って飲みに行きたいと思います。というわけで、はい、暗いですけど乾杯。プロースト。プロースト。マンチェスター。マンチェスター。 We are the boats。 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 このオランダ人は酔っ払ってますね多分。友達のフランとみんなで合流しました。イエーイ。動画初登場ですね、まあ、こんな感じで今日飲んでますよ皆さんと。ハッポンドソロエスパニャ。オーケー。そういうことですよ。引っ越しましたけど、引っ越しましたけど、まあ、サンクリは相変わらず最高ということで締めたいと思います。世界は広いということで、もう本当にいい人しかいないということで、ありがとうございました。じゃあね、さよなら。また次の動画もお楽しみに。チャンネル登録してない方はチャンネル登録と、次これを言おうと思ってるんですけど、あんまり言えないけど、いいねをよろしくお願いします。さようなら。バイバイ。バイバイ。今日の締めです。スカイツリー。何回も撮ったんじゃないの？分かんない。絶対それ。ありがとう。3、4回目じゃないのそれ。でも楽しかったね。お引越ししての初めての初日は泥酔で終わった。イエイ。ああ。巻いてます？巻いてますもしかしてあなた？あー、これ巻いてますね。いや、コウジさんのが巻いたじゃん、今日は。あー、もう暗くなっちゃった。